皆さんこんにちは、だるま屋の久田由美です。今日は着物のお手入れは買った店に出した方がいいんですかっていう質問が時々ありまして、もしくはそう言われたんですけどそうなんですかねっていう、まあそういう感じですね。買った時にうちに持ってきてねって言われて、やっぱ買った店に出した方がいいんですかねっていうことについて、解説したいと思います。はい、隣にごいちくんがおります。はい、小学生になったんだよねごいちくん。はい、でまあ着物のお手入れは買った店に出すのがまあいいのかどうかっていうのを、まあお手入れを受けてる僕が言うと、まあ若干ポジショントーク入っちゃうかもしれないけど、まあそこはちょっとね、聞き手の皆さんがちょっとまあいいように解釈してください。はい、まあだるま屋さんはそう言ってるだけなんだなと思ったら、まあそれはそれでしょうがないですが、まあ僕は客観的に考えた時に、買ったお店に出さなきゃいけないかとか、買ったお店に出すとメリットがあるかっていうと、僕はねさほどないと思います。はい、あるとするとね、トラブルっぽいやつね、寸法が違うとか、なんか着てて不具合が起きちゃってみたいな、その買った商品に問題があるんじゃないかっていうふうに思ったケースは、それは買ったお店に持って行った方がいいですね。なんですけど、そうじゃなくて別に普通に着てて、じゃあちょっと着たんで、染み抜きしてくださいとか、今度娘に、着せたいんで寸法直してくださいみたいな加工を買ったお店に出した方がいいかというと、まあ、全然そんなことはないだろうなと僕は思います。はい、なんでかっていうと、買ったお店が必ずしもお手入れのプロかっていうと、そんなことは全然ない。特に呉服業界はお手入れに強いお店っていうのは、強いお店っていうのと、販売メインのお店っていうのは必ずしも一致しないわけですね。でほとんどの場合、今の世の中の呉服屋と呼ばれるものはですね、販売に特化してるんで、お手入れはそこのお店の従業員さんとか大して詳しくないことが多いです。まあ俺が言うなよなんだけど、これ現実的にそうで、なのでよくその、まあ、某チェーン店とかだとお手入れキャンペーンみたいなのやるときって、お手入れでこう普段と違う専門の人呼んだりするじゃないですか。なんであんなことをするかっていうと、普通その普段はお手入れを受ける仕組みがないからなんだよね。し店員さん自身もそこまで詳しくないからしょうがない、別会社の人を呼んでお手入れ受けますよっていうことをわざわざやらなきゃいけないっていうぐらいなんだから、買ったお店に出すと、買ったお店の人がその商品についてはすごい詳しい、その商品とお手入れ両方に対してすごい詳しいかっていうと、全然そんなことはないとか思います。で、なのでね、まあ、あと、まあ、いくつかの観点この質問にはあって、でもう、まあ、時々聞くのは、その買ったんじゃないお店にお手入れを持っていくとちょっと嫌な顔されるっていうことを結構聞くんだよね。これはね、実際、僕のね、まあ、今でもそうですし、うちのおっちゃんの代はねよくありました。これがなんでかっていうと、まあ、今でもそうなんですけど、着物とか、まあ洋服もそうなんですけど、着物を呉服屋としてね販売するっていう利益率と、お手入れを受けるっていう利益率はもう全く違うわけです。だから利益を求めるなら売ることだけをやりたいわけ。なので、なんていうのかな、買ったんじゃない、まあ、せめてね、自分の店で買った人がお手入れ出すなら、まあ利益率低いけどまあいいかとなるにしても、そうじゃない人がお手入れだけ頼みに来ると、感じ悪くされるっていうのはね、もう往々にしてあったわけです。でこれはね、もう昔に、ね、僕はまだ働き出した頃にうちのおっちゃんとよく喋ったテーマなんだけど、なんでそんなことするんだろうね。だって一応お手入れって受けたら、それはそれで利益が出るわけです。うちはそれで食ってるからね、ほぼ。なのでそれはそれで受けりゃいいじゃんっていう、そういう話だと思ってたんだけどね、当時ね。なのでまああるらしいよと、やっぱ販売メインのお店で、自分のお店で買ったんじゃない商品をお手入れだけ持っていくっていうのは、あんまりいい顔されないっていうパターンがあるで、でもそうじゃないパターンもあって、でどういう時かっていうとね、あのお手入れキャンペーンとか、じゃあさっきのね、販売メインだけどお手入れキャンペーンとかなんでやるかっていうと、着物着てる人に、まあ、お手入れで
利益を上げたいのももちろんある場合もあるが、やっぱり、売りたいわけだね。そのお手入れ受けつつやっぱ何かを販売したいと。僕はねこれはまあ悪いことじゃないと思います。やっぱりアフターケアで呼んで、まあ、車のディーラーとかもそうですよね。普段のお手入れで、やっぱ来てもらって次買い替える時に売るみたいなことはまあ往々にしてどの業界でもあることだから、やっぱりアフターケアを充実させて、で次はじゃあもうこの店感じいいから次ここで欲しいものあったら買おうって思ってもらおうっていうのはこれは健全な努力だとか思うんで、ね、なのでまあこれ全然悪いことじゃないよねっていう話ですね、うん、でね、なのでまあ結論から言うと、買ったお店でお手入れを出した方がいいんですかって言われたら全然そんなことはないよ。やっぱりお手入れで強そうなお店に出す方がそりゃいいよねっていうふうに、まあお手入れ専門の店だからさ、ですとどうしてもポジショントークっぽくなっちゃうけど、だからうちじゃなくてもいいんですよ。やっぱお手入れでちゃんとしっかりしてそうなお店に出すっていう方が、まあそれはいいんじゃないのと僕は思うわけですね。で、ただね、唯一その買ったお店に出した方がいいパターンっていうのがあって、パールトーン加工した場合だね。前ね、うち相談、まあ、時々電話来るんですけど、パールトーンの、加工をして、でパールトーンとかってその後何年かその染み抜きの保証がつくじゃないですか。でそれがついている期間はそのお店に出した方が、まあ、そりゃ得するよっていうのはありますね。そのお店じゃないとそのアフターケアの割引受けられないんで、他にパールトーン扱ってるお店だとしてもやっぱ受けたそのパールトーン加工したお店じゃなきゃ安くしてくれないから、まあ、このパターンだけは、パールトーン加工したお店に持っていった方がベターです。なんだけど、まあ、それ以外の場合は、買ったお店にお手入れを出そうっていうのは、別にそんな必要はない、メリットも差してないと。で買ったお店でたまにお手入れうちに持ってきてねっていう店はまあお金悪いことじゃないと思うし、まあね、お手入れもちろん受けたいっていうのもあるだろうし、ついでに売りたいとかね、まあ、いろんな思いがあるだろうけど、まあ、それは健全なことだよね。むしろ受けたくないっていう方がちょっと異常かなって僕は思いちゃいますと。まあ利益構造とかをさ考えると、まあ、確かにお手入れで、食っていこうとするってねかなり無理ゲーなんだけど、だからちょっとね提供する側の気持ちもわからんでもないが、まあやっぱりね普段の日々のアフターケア を強いお店の方が、お店にとっても呉服屋さんもいいと思うんだけどね、やっぱ足運んでくれた方が商売にチャンス生まれるから、まあだんだんそういう風に考え方変わってきてるかなって気がしますがっていうとこですかね、はい。なので、まあ、時々いただく質問の、着物の手入れは買ったお店に出した方がいいのかっていう質問に対しては別にそんなことはないよという話でした、はい、いいじゃん、小一君。ということで、このチャンネルは着物のね、お手入れとかね、商品紹介とか着物に関する、幅広いジャンルを扱うチャンネルです、よろしければ高評価とチャンネル登録していってください、質問は LINE でお気軽に、別にうちにねお手入れを頼む前提じゃなくても、他でこういうこと言われたんだけど本当ですかとか最近多いんだけど、まあ、そういう相談にも乗りますので、お気軽に公式 LINE からお問い合わせください。では次の動画でお会いしましょう。バイ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 、ごいちくん小学生、はい、こちゃんバイバイバイバーイ。